この角を取ってしまうと7八飛車成で失敗です。困っていそうに見えますが1五歩から端を攻めていきます。同歩の時に1三二歩を打って、これが同銀と取れないのがポイントですね。同銀に対しては6六角でその手が王手となり、そのまま7四の飛車も取ることが可能です。なのでこの一瞬は相手の2二の銀が動かせないため端攻めがかなり厳しい狙いとなっています。1、2、3、4、9、1、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 1、2、3、
ですね。飛車が香車の価値しかありません。はい、